環境香り叫んで必勝講座をご覧いただきましてありがとうございます。ハブコーディネーターのトミーです。この講座はですね、環境香りスタというアロマの初級編の講座となっています。125個ぐらいですかね、スライドと、まあ、約1時間2時間、場合によっては2時間半ぐらいまで、長い講義になっておりますので、ぜひぜひゆっくり、休憩を挟みながら見てもらいたいなと思いますので、ぜひぜひ楽しく一緒に学んでまいりましょう。それではレッツスタートです。はじめに、では環境香りスタとはということですね。植物やその香りに親しみ、自然と環境を大切にする人です。公益社団法人日本アロマ環境協会ですね、 AEAJ と呼ばれております。アロマ、グリーン、エコを意識した環境香りスタの活動を応援するとともに、美しい自然や環境が次の世代に引き継がれることを願い、環境香りスタ憲章を次の通り定めていますということですね。はい、環境香りスタ憲章とはということですけども、3つ挙げておりまして、1つ目ですね、まず植物やその香りを知り親しみますということですね。続いて2つ目が植物を慈しみ、緑豊かな自然を大切にします。あと3つ目が人と環境ですね、地球環境に優しい行動をしますということですね。うん、この3つのですね、指針といいますか、ものを環境香りスター憲章と、言っておりまして、まあ、これを大切にする人を環境香りスターと呼ばれております。で、一応これまでにですね、3万人以上の環境香りスター試験を、受けて合格した方が誕生していますということですね。まあ、これを勉強してくださっている方も、ぜひね、環境香りスターになってほしいなという思いを込めて動画を、お届けをしていきたいと思いますね。はい、まあ、あの地球環境をね、保全するという意味合いもかなり強く入っておりまして、まあ、アロマっていう部分の、初動のね、入門編の、資格試験ではあるんですけれども、まあ、地球環境と植物っていうところですね、そこもかなり大きなテーマになっていますので、そことしっかり結びつけて、ライフスタイルに皆さんそれぞれ取り入れてほしいなと思います。はい、ではここが前置きの部分でございました。では本編の方に行きたいと思います。第1章ということですね、植物編ということです。植物の恵みとアロマ環境ということですね。植物の恩恵を私たちはいろいろ古くから受け継がれておりますね。それを、ね、一つ一つ紐解きながら、どういった、恵みを受けているのかというのを学んでいきたいと思います。はい、では一つ目、植物の力を生かした日本の風習ということをですね、三つ挙げております。一つ目が正月の七草粥。はい、七草粥という言葉、かなりもう慣習になってしまってきてるんですけれども、若い方は、あんまり知らないと思いますけども、私もほとんど、この七草粥食べたことないんですが、はい、まあすらっとですね、お伝えしておきますと、1月の7日ですね、に、七草がゆを食べるというのが一応慣習として今残っています。はい、なぜ食べるかと言いますと、一つは邪気を払うというまじないの意味合いが一つですね。あともう一つは健康を、取り戻す、またその1年健康で過ごすという意味合いの、思いが、込められているということです。はい、七草というのものについて一応ね、知らない方のためにさらっとお伝えしておきますが、一つ目がセリですね。はい、セリ、でございまして、これはセリ科ですね。続いてナズナというお花というか、まあお花もありつつ葉っぱもありつつという感じ、ペンペングサとも呼ばれているやつですね。はい、アブラナ科の植物です。あとは五行ですね。これは母コグサとも別名言われておりまして、キク科の植物。あとはハコベラですね、ハコベとも言われておりますナディシコ科の植物ですかね。はい、あとは、続いて5つ目が仏の座ですね。これはですね、別名がコウニタビラコっていうんですかね。はい、キク科の植物で、続いて、スズナですね。はい、これはね、結構聞いたことあるかと思いますが、株の、ものですね。はい、アブラナ科の、株をスズナと言っています。最後が7つ目がスズシロですね。これは大根とも呼ばれていますかね。はい、大根の葉っぱをスズシロと言っております。アブラナ科の植物ですね。はい、まあ、結構この7つの野草のことを、七草と呼ばれておりますね。はい、まあ、これを刻んでですね、お粥に入れて食べるということでございます。はい、では続きまして、端午の節句の菖蒲湯というのが風習でありますね。
これはほとんど、知らない方も多いと思うんですけど、勝負湯、ですね、に、入るということでございますね。端午の節句というのはちなみに5月5日の子供の日ですね。はい、男の子の、がメインの子供の日でございますけれども、この日にですね、勝負湯に入るというのが一つです。まあ、これも、同じくまじないであったりとか、健康のためにということが一つですね。はい、あとは、もう一つですね、この子供の日にすることとしては、関東ではですね、柏餅を食べるというのがあります。あともう一つ、関西の方では、ちまきを食べるというのが、これは中国からの言い伝えで、決まっているんですけれども、2つ入っておりますね。関東、関西で違うというのもまた面白いことかと思いますね。まあ、私がちなみに住んでいる、関西ではちまきを食べたことは、まあ私、子供の頃にはほとんどないんですけれども、皆さんはどうですか？ありますでしょうか？あんまり私はなかったんですけれども、ちまきを食べるというね。結構ね、中国ではちまきというのが忠誠心の証としてですね、まあ、忠誠心が強くて、元気に立派に育ってくれるという意味合いを、込めてですね、ちまきを食べるということです。あと、関東の、柏餅というのは、これは縁起をですね、縁起がいいということで、験担ぎの思いがかなり込められているということですね。まあ、お餅がかなり、縁起がいいとされていまして、それをですね、くるんでいる柏の葉っぱがですね、これが植物の特性として、次の春がですね、来るまでに葉っぱをね、いろんな植物はだいたい落としてですね、枯れていくんですけれども、次のこう生え変わりまでですね、結構残っているということで、まあ縁起がいいとされています。なので、柏の葉っぱで、お餅をくるんだ柏餅を食べるということになりますね。はい、結構この辺の背景は面白いかと思います。はい、あと最後に3つ目が冬至のゆず湯ということですね。冬至というのは日本の中で、まあ四季の中で一番冬が長いですね。太陽の出てる時間が短くて夜が長い日を冬至と言っています。なので、かなりこう昔の人々はですね、この、冬が一番長い日をですね、いかに乗り越えるかというのが結構、こう生きていく上では重要だった。まあ、めちゃくちゃ寒いということで、この寒い、辛い時間を乗り越えるために柚子というのを使って体を温めていたということです。あとはビタミン C がかなり豊富に含まれているので、美肌効果も期待できると思いますね。あと香りも、かなり柚子はいいので、私も最近柚子の、アロマエッセンシャルオイルを香らせてますけども、冬は柚子の香りが癒されるのでおすすめでございます。はい、では続いて万葉集ですね。全4500首の歌のうち、歌のですね、この和歌の中にも約450首ですね、まあ、1割ぐらいの植物が、登場しているということですね。まあ、日本から日本でもね、古くから馴染みのある万葉集ですけれども、植物とかなりね関連付けて、出されているということも背景としてあるかと思います。はい、続いてアロマ環境ですね。最初に冒頭言ってましたけれども、これは結構キーワードになってます。でどういったものかというと、自然の香りのある豊かな環境のことを AAJ が定義をしています。はい、まあ、ちょっとヒノキ風呂のお写真出してますけれども、まあ、ヒノキの香りというのは自然な香りですよね。そうですね、その自然な香りのある、環境ですね。まあ、お風呂もそうですし、まあ、そうですね、アロマサロンであったりとか、緑豊かな環境のことを、自然の香りですね。合成香料ではなく自然の香りというところがテーマになってます。はい、続きまして植物の光合成ということで、一次代謝についてちょっと触れていきたいと思います。ここはね、学術的な部分で、何が関係あるのかというところなんですけれども、一応さらっと、小学校の理科の授業の復習です。 CO2 二酸化炭素とそれから日光ですね、太陽の光、あとは水の、この3つを、使って光合成が行われているというのが、復習ですね。で葉緑体という葉っぱの裏側のところで、この3つを、使ってで O2 酸素と糖ですね、あとはこう炭水化物等の、糖分を作り出すというのが光合成でございました。はい、まあ、かなり、酸素と炭水化物を作ってくれる植物はありがたい存在ということですね。はい、でこの一次代謝の中では香りを生み出すということはないんですね。なので次が、植物の香りというのは二次代謝産物である副産物ということが結構、重要な点でございます。まあ、これを知ったからどうというわけではないんですけれども、香りというのはあくまで、二次代謝ですね。植物のメインの活動ではなくて、副産物であるというところでございます。
ございます。まあ、一応ここを押さえておいてほしいということですね。はい。では続きまして、バラの香り、バラ科というものですね。はい、植物それぞれがどういったところから香りを生み出しているのかということについて、バラについては花弁の付け根の蜜腺というところがあるんですけれども、この蜜腺から蜜液とともに香りを抽出していくということです。はい、植物によってね、それぞれ違うということなので、続いて見ていきたいと思いますが、ラベンダーの香りですね。これはアロマのエッセンシャルオイルで非常に、皆さんが、まあ、結構好む人が多いです。私も好きですし、有名なラベンダーです。シソ科の植物になりますけれども、葉をこするなどして繊毛が壊れることで香りが出るということですね。うん、もちろんラベンダーについてはこの葉っぱの部分のみならず花からも抽出できるんですけれども、葉っぱの繊毛が壊れることで香りが出るというところが結構メインでございますね。はい、続いてコリアンダーという植物ですね。これはセリ科の植物になりますけれども、葉をちぎったりして油柑というのがあります。油柑を壊すことで香りが出る植物になります。で、続いて柚子の香りですね。これはみかん科の植物ですけれども、花皮の中にある油脂というのがあります。で、この油脂の中に油柑があることで、油柑を壊すことで香りが出るということになりますね。はい、皆さんよく知っているのはこの柚子の花皮の部分ですけれども、まあ、葉っぱとこの実の部分、種の部分も一応ありますということで写真を載せておりますので、はい、興味のある方はもうちょっと深掘って調べてみてくれるといいかと思います。はい、では続いて植物にとっての香りの意味ということです。一つ目が虫や動物を引き寄せる誘引効果というのがありますね。これはですね、まあ、具体的にはこの植物が花粉をね、運んでもらって、子孫を残していくために、まあ、この蝶をですね、引き寄せたりとかするためにこう香りを出しているということですね。誘引効果。あと二つ目は虫や動物から身を守るということです。食べられないようにするためですね。防虫忌避効果ということで、これは植物の知恵になりますけれども、具体的な成分としてはよく出るのがシトラール、あとはシトロネラールというのが成分としてはよく挙げられていますね。あと3つ目が病原菌から身を守る防カビ防菌の抗菌の効果ですね。これがね、フィトンチッド、よく皆さん聞いたことあるかと思いますけれども、植物がフィト、それからチッドは殺すという意味が込められていまして、身を守るための、防カビ、あと抗菌効果ですね。これをフィトンチッドという成分で、作り出しています。はい、では続いてテーマ変わりますけれども、森と水の国と呼ばれる日本ということで、日本はですね、かなり約7割が森林を占める、世界有数の森林国と呼ばれているんですね。これは結構有名なことなので知ってる方も多いと思うんですけれども、一応2015年のデータより FAO 国際連合食糧農業機関が示しているデータから一応抜粋をしております。はい、これは有名ですけれども、日本はね、諸外国に比べると、まあ、一応先進国ですね、ヨーロッパの先進国に比べると、かなり森の数が多いということです。まあ、ただ実際にですね、この木を使っているかというと、輸入の森林の割合も結構多いので、なんともですね、こう日本で自給できている、この木材の伐採量というのは結構少ないというのが一応ありますね。はい、で続いてですね、日本列島の中で主に、繁殖しています、常緑樹、針葉樹含めて、木材を紹介していきます。一つ目、北海道から上行きますけれども、エゾマツ、トドマツですね。寒い地方でよく、繁殖している植物ですね。それから北海道から中部にかけてはブナ、ミズナラというね、植物になりますね。あと東日本、関東ではミズナラ、コナラが結構、多いですかね。はい、あとは続いて真ん中辺の本州の沿岸部や四国、九州ですけれども、スタジーですね、が多いですね。あと西日本では赤松市、カシということですね。私が住んでいる地域ではやっぱ松の木が結構天然では見ますよね。最後に南西諸島、鹿児島、沖縄含めてマングローブ林ですね。暖かい地方ではこちらの熱帯系の植物マングローブ林が生息していますね。はい、はい、続きまして、人と自然が互いに支え合いながら共存する場所ということで、里地里山というこれワードとして覚えておいてほしいですね。古くから、野草をね、使っ
て、まあ、食卓に並べて自給自足の生活を送っている、地方があるかと思うんですけれども、里地里山と呼ばれています。よもぎであったりとか山椒、あとは勝負ですね、こういったまた、こうなんですかね、地方というか田舎ならではの、植物と共に生きていくスタイルのことを里地里山と呼ばれています。はい、続きまして生物多様性が高い里海ということですね。野生の琥珀鳥が、こう飛んでいる姿を出していますけれども、まあ、こういった地域が、少なくなってきているのが現状です。まあ、生物多様性を、しっかりと守れているこの里海も保護していかなければいけないということで押さえておいてほしいですね。はい、でこのようなですね、多種多様な生物というのは無機的な環境と相互作用したり、食べたり食べられたりしながら、食物連鎖の関係ですね、まあ、支え合っていると。でこのような自然界のまとまりのことを生態系と呼んでいますね。生態系と呼ばれることは先ほどの生物多様性ですね、まあ、あの絶滅危惧種を、ね、あの保護していくという意味でもですね、かなり重要なテーマというかキーワードになってきますので、生態系サービスとか生態系を守ろうという言葉は結構ね、近年では盛んに言われておりますので、ここをぜひ押さえていってほしいと思います。はい、続いてアースカレンダー、これは365日の地球ということで、1年間のですねカレンダーの中に今までの地球の成り立ちというのをギュッとね、凝縮していったものになりますね。1月1日午前0時が地球が誕生した46億年前ということです。でそこから、まあ、陸と海には形成されていくのが41億年前、あと海の中に原始生物が誕生していって、光合成を行うシアノバクテリアが出現していきます。で、ここで酸素がようやく放出が始まるということですね。はい、これが27億年前という定義になっています。はい。で、原核生物から真核生物へ進化する。で、オゾン層の形成、有害紫外線を吸収していくですね。はい。で、続いて植物ついで動物が陸上に進出していくと。まあ、このオゾン層がね、形成されることによって、植物が、あと動物が、生きる土壌がようやくできたというのが5億年前ですね。はい。オゾン層の形成ね、これはかなり、皆さんもご存知かと思いますね。このオゾン層が破壊されていますよ、CO2 の影響でというのがかなり問題になってきています。はい。で、一応その下ですけども、シダ植物、後に石灰化が、繁茂していくということですね。あとは、この頃から植物プランクトン、後に石油化が、繁殖していくということです。はい。で、続いて人類の祖先、エンジンが、誕生していくということですね。アウストラロピテクスというのがあったと思いますけれど、これが700年前になっています。あとは、原生人類、ホモサピエンスが誕生していく。まあ、このホモサピエンスというのが、我々、人間の、まあ、祖先と言われているところですね。うん。はい。で、ホモサピエンスが誕生しまして、最終狩猟経済から農耕牧畜革命ということで、まあこれ結構ね、年数飛んでますけれども、最初は、マンモスとね、こう狩りに行って、はい、獲物を取ってきているところから、お米を作っていく、あとは農作物を作っていくというね、農耕牧畜革命が行われていきます。はい。で、250年前、かなりこう、タイムスリップしますけれども、産業革命、化石燃料の使用が開始されていきます。まあ、この頃からですね、かなりこう、まあ、エネルギーがね、使われていって、生活が豊かになったんですけれども、その反面ね、公害問題等も起きてきたのがこの頃です。はい。で、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会ですね。これがもう完全に、高度経済成長の時代です。はい。で、地球環境のエネルギー問題が起きているのが昨今ですね。私たちの現代ということになります。はい。まあ、本当に現代はですね、その大量消費の時代からリサイクルが台頭してきて、まあ、よりこう無駄をなくしたスマートな、スマート経済、スマート社会ですね。あとはエコハウス、というのが誕生してきております。まあ、この流れをしっかりと守りながら地球環境を守っていこうという流れをぜひ知っておいてほしいですね。はい。で、続きまして、2050年にはですね、あと30年ほどですね、現在が2021年ですけれども、人口は98億人に達すると言われています。
で、それに伴いまして水や食料の需要は2000年比で約 1.6 倍になると言われています。エネルギー使用量も 1.8 倍になり、廃棄物は2010年比で2倍に増えると予測されているということですね。はい。で、これがもたらす影響なんですけれども、世界の平均気温は2100年までですね、あと、そうですね、まあ、90年ほどで最大 4.8 度も上昇すると言われております。まあ、これは最大ですので、必ずしもここの通りはいかないかもしれませんけれども、4.8 度というのはかなりやばいですね。で、海面の上昇というのは最大 0.82 メートルにも及ぶとされ、水没の危険が伴うということですね。まあ、近年ですね、日本では、あと諸外国でも、津波の影響ですね、かなり大きくなっておりまして、ハザードマップというのもね、作成されて、水没の地域をかなり、危険視する動きが出てきておりますので、まあ、この温暖化とも絡めてですね、非常に危険な問題となっているかと思いますので、日本でも、海面が1メートル上昇すると、全国の砂浜の約9割が失われると予測されている。これはかなりね、キーワードとして大きいんじゃないでしょうか。まあ、9割というとほぼほぼということですよね。はい。なので、温暖化を食い止めなければいけないということは、これはもう必ずしも、楽観視していい問題ではないかと思いますね。10年前までは温暖化は起きてないと言われている、そういう科学者の人も結構私も論文で見たんですけれども、まあ、ここまで来るともうかなりやばい状況になっているかと思いますね。皆さんも地球環境の保全とこの温暖化の背景等ですね、しっかりと押さえておいてほしいと思います。はい。それでは続きまして、日本でよく見かける身近な芳香樹ということですね。この辺から香りの、テーマをちょっと加えた日本で見かける植物を紹介していきたいと思います。はい。まあ、ここはですね、一つ一つさらっと流していく感じですかね。一つ目が梅になります。これは皆さんよくご存知ですけども、冬に、主に咲いていますね。中国原産のバラ科の落葉樹で、古代に薬用として渡来してきたと言われています。ここら辺は知らない人多いと思いますね。私も、ちょっと最近ね、もう一度勉強してみて、あ、そうなんだということで思いました。古くから観賞用として愛され、万葉集には萩に次いで118種も読まれているということですね。日本ではかなり馴染みの、深い、植物というかお花なんでしょうかね、梅というのは。はい。続きまして、金木犀ですね。オレンジ色のこの綺麗な、ね、小さい花をつける植物です。私の実家にも、この金木犀が咲いていますね。結構強い香りをね、香らせるので、なかなか面白い植物ですよね。これも、中国原産の木犀科の常緑樹になっています。見頃は秋になりまして、だいだい色の花が密生して樹冠をですね覆うように咲き、花から得られる香料ですねが食用やフレグランスに利用されているということですね。まあ、食用にも利用されるということで、結構ね、色鮮やかで強い香りを、香らせるものですね。繁殖力も結構強いので、育ててみることをお勧めします。結構見た目にも美しいので、はい。では続いてクスノキをご紹介します。これは通年ですね。はい。季節問わず、よく、茂っているかと思いますね。アジア原産のクスノギ科の常緑樹です。カンファーツリーとも別名呼ばれていますね。葉をちぎると爽やかな、ウッディ系の香りがします。あとは、塩ですね。を、水蒸気蒸留して防虫剤の小脳が作られるということですね。はい。タンスとかにね、入れる、防虫剤ですかね。あれの、小脳としてよく利用されています。はい。続いて、クチナシの花になりますね。夏に、主に、見頃のものでございますが、東アジア原産のアカネ科の常緑樹です。夏の訪れを告げる花として、強いね、甘い香りを放つのが特徴です。学名にはですね、ジャスミンのようなという意味がありまして、だいだい色の果実というのがありまして、染料として使用されているということです。はい。ジャスミンとはちょっと違う香りをすると思うんですが、ジャスミンのようなという意味合いがあるということで、まあ、葉っぱの感じと花の感じはちょっと似ているかなと思いますね。はい。
では続きまして黒文字をご紹介していきます。これはですね、和精油としてかなり高価な植物なんですけれども、日本原産のクスノキ科の落葉樹になります。通年、咲き香っていますね。清々しい上品な香りがするため高級な葉樹の材料となり、枝や葉っぱからは精油が取れるということで、エッセンシャルオイルですね、アロマのオイルが売られております。結構ですね高価なんですね。ローズ、バラと、同じかそれ以上するぐらい高価なんでしょうかね。まあ、かなりそのエッセンシャルオイル自体が希少ということもありまして、高級感のねある香りがなんかするんですよねちょっと嗅いでみてほしいんですけれども、皆さんね、はい、ウッディ系な香りの中にもちょっとこう、高級感というかね、何とも言えない香りがするんですけれども、樹皮の黒い斑点が文字に見えることが名前の言われとなっております。はい、続いて月桂樹ですね。はい、通年咲き香るものでございますが、地球海沿岸の原産のクスノキ科の落葉樹です。で、古代ギリシャではオリンピック競技や芸術祭などの勝利にこの冠を捧げたとされています。で、葉っぱはですね料理の香り付けに使われていますね。料理にも活躍しておりまして、まあ、結構縁起のいい冠に捧げられたと言われていますね。はい、オリンピックでよく見かける月桂樹でございます。はい、続いて人長毛というね、この何、と言いますか、赤色と紫色の中間のような綺麗な花をつける人長毛です。中国原産地ですね。春が見頃の植物ですが、強くて甘い香りを漂わせるのが、特徴ですね。信仰のような香りと長寿に似た花をつけることから人長毛と名付けられたとも言われています。はい、あまり生息地は、まあ、寒い地方ですかね、上の方の北海道から東北にかけて咲いているところが多いかと思いますね。はい、続いてミモザアカシアというね、こういった黄色の花をつける美しい植物です。春が見頃でして、豪州原産のマメ科の常緑樹になりますね。はい、3月頃に株を覆うほどたくさんの球状花を咲かせるということです。で、その花は鮮やかな黄色で甘い香りがあり、天然香料の原料として使われていますね。はい、結構香水の原料として使われることが多いミモザアカシアという植物、あまり普段ね見かけることも全然ないと思いますし、生息地も限られているところですので、はい、ぜひ押さえてほしいですね。はい、続きまして匂いヒバという植物になりますが、これも通年ですね見かける植物でございます。よく見かけますね。北米原産のヒノキ科の針葉樹になりますね。多くの品種があり庭木に利用されています。匂いヒバの漢字で書く名の通り、ヒノキに似た葉をちぎったり揉んだりすると、柑橘系の甘い香りがすると言われています。まあ一応こういう風に記載があったので、書かせてもらっているんですけれども、あんまりまあ甘い香りがまあ、するっちゃする感じですかね。はい。まあ、そんなにしないんですけれども、まあ、感じ方がそれぞれ、人それぞれありますので、まあ、柑橘系の甘い香りがするというふうに感じる方にとってはいい香りかと思います。で、続きまして、冬の植物でございます。柚子を紹介していきます。はい。これは夏と秋が、見頃の植物ですね。まあ、秋から冬にかけてもよく、出ますけれども、中国原産のみかん科の、常緑樹になります。で、初夏に咲く花と、晩秋ですね、実る果実というのはどちらも爽やかな香りがすると言われています。で、果皮からは精油が取れ、果汁は食用としても、使われるということですね。柚子は結構万能に、よく使われるものでございまして、精油エッセンシャルオイルとしても、まあ、そんなに高価でもなくてですね、すごくいい香りがします。あとビタミン C も豊富で、食用としても果汁はよく利用されていますので、はい、日本にとっては馴染み深い植物ですね。はい、続いて冬の、植物ですが、ロウバイという、今がねちょうど、1月の季節なんですけども、咲き、頃のものですね。これは中国原産の落葉樹でして、ロウバイというね、こういう漢字を書きますけれども、名の通り冬、ロウ細工のような透明感のある黄色い花を、梅のような花を咲かせるということですね。まあ、結構咲く漢字としては梅に近い、枝葉にちょっとね、可愛らしい花がついているということです。まあ、これを白い花にするともう梅っぽくなってしまうんですけれども、まあ、黄色い花ということがロウバイの特徴ですね。はい、
で、高貴な甘い香りがするというのも特徴ですね。フレグランス香料の原料にも使われているということで、今冬の季節ですね、すごく見頃ですので、1月から2月にかけてもし、見る機会があれば、ぜひロウバイの花を見てはいかがでしょうか。はい、それでは続いて第2章に移っていきたいと思います。地球環境編ということです。地球環境の恵みとほころびというところですね。まあ、ここも、地球をね守っていく上で非常にカオリスタに皆さんになっていただく上で重要な点かと思います。まあ、アロマ環境のみならず、地球そのものを守っていくことがアロマ環境を守っていくことにつながりますので、ここもぜひ背景とともに学んでいきましょう。はい、では今回は壮大なテーマからお届けしていきますが、地球は水の惑星とも呼ばれ、水は地球の旅人とも例えられると言われていますね。まあ、これはこういうふうに言われていますということなんですけれども、まあ、水というのがね、この地球という、惑星の中では非常に重要な、ものとして言われておりますね。はい、旅人というのはちょっと、聞き慣れないかと思うんですけれども、私もまあまあそういう風に言うんだなということで押さえておいてほしいなと思います。はい、はい、一つ目ですね、水の不思議な性質ということで4つほどね並べていきたいと思いますが、一つ目ですね、氷がまず水に浮かぶという点です。これもね結構一つ目の、重要なポイントなんですけれども固体がですね液体より軽いのは結構これ稀な性質なんですね。もしですね氷が水より重くて沈む場合は、そこの方から氷の世界が広がり、死の世界になってしまっていますということですね。はい、まあ、北極南極の氷が水に浮かぶことによって、それが溶けないから有害物質が流れないということなんですけれども、まあ、これが近年ねいろいろ温暖化の影響で溶けてしまって有害物質がね流れてしまうんじゃないかっていう危険性もかなりね、されておりますけれども、まあ、この氷がね水に浮かぶという性質のおかげで今まで地球は保っててきたということで、はい、重要な性質のうちの一つです。で、二つ目ですね、重要な性質、氷になるときに 9% 近く体積が増える。これは何ぞやということなんですけれども、岩石のクラシック、割れ目のところですね、に水がこうね、入り込むことによって、それが氷となって岩をこうバーンと砕くことによって、土となり土壌の生成が進むということなんですね。まあ、これも言われてみれば、はぁということなんですけれども、まあ、こういった性質があるよということですね。まあ、氷になるときに 9% 近くね、体積が増えることによって岩を砕けるということでございます。はい、3つ目です。いろいろなものを溶かす性質もあります。はい、地中のミネラルや、森の栄養分をたっぷり溶かし込んだ水が湖や海に流れ込むことによって、たくさんの食物連鎖の源となっているということですね。はい、まあ、これは有害な、ね、ものを含んだ水であれば赤潮とか青潮の原因になってしまうんですけれども、まあ、本当に有害でなければですね、単なるこう純粋な水であれば、ミネラルですとか森の栄養分をたっぷり含んだものが、流れることによっていろいろプランクトンとかの餌になったりね、していきますよということでございます。はい、4つ目です。熱しにくく冷めにくいというのも性質のうちの挙げられますね。日中に太陽の熱を蓄えて夜になるとその熱を放出していきます。このことが地球の温度の変化を穏やかにする役割を果たしていくということになりますね。はい、まあ、地球の温度を抑えるための、性質としてもですね水は大活躍しているということでございます。はい、では続いてですね、途上国では汚れた水が原因で多くの子どもたちが命を落としています。全人口約70億人のうち安全な水が得られない状態にある人々は 7.5億人。トイレなどの排水処理が適切な状態にないですね、衛生状態がままならない地域に生活する人が約24億人も世界にはおられるということでございます。で、地球上のすべての水の量のうち生活に利用しやすい水の割合は約 0.01% しかないということですね。まあ、海の割合をね、見れば先ほど紹介した地球は水の、ね、惑星ということで、かなりこう水の割合は多いんですけれども、その中でこう生活にね
私たちが飲める水の量ですね、この本当に衛生状態のいい水というのは約 0.01% しかないよということで、かなり少ないということです。なので、安全な水が全ての、国の人々に行き届いていないということですね。これはまあ非常に、重要なポイントでございますので、押さえておいてほしいです。はい、一応、紹介元としてはユニセフ、WHO 世界保健機関の、共同モニタリングプログラムですね、 JMP より、出させていただいてます。はい、続いて、問題となっている、ものなんですけれども、赤潮ですね。先ほどもちょっと触れましたけれども、地上から流れ込む汚染物ですね。我々がいろいろ産業革命で出してきた汚染物というのが、海に流れ込んでしまうことによって、赤潮や青潮の原因となり、魚や貝、あとはサンゴなど海藻類などの海の生物の命を脅かしているということですね。はい、なので、まあ、本当にこう、いろいろなね、問題になってきましたけれども、汚染排水を海に流してしまう、川に流してしまうことによって、生物が死んでしまうということをね、ぜひぜひ抑えて、絶対にしないように、私たちも守っていかなければいけないということでございます。はい。続いて、サンゴの白化や、表層海水の酸性化ということです。水銀やポリ塩化ビフェニルですね、PCB などの有害物質は生態系への深刻な影響を及ぼしています。特にサンゴの白化等はね、沖縄の方ではかなり問題となってきました。はい、こういった、ポリ塩化ビフェニル PCB というのもね、かなりね、こう有害物質として、水に溶けづらいとかね、汚染の割合が強いということで、かなりこう酸性化させてしまうところがありますので、これは抑えておかなければいけない点ですね。はい、あと水の、じゃあどういったことで水をね、守っていけばいいのかっていう取り組みを、私たちはこれまで挙げてきたものを紹介していきますけれども、2014年に、水循環、水循環基本法ですね、これが制定をされています。で、1985年名水百選というのが、これはですね、日本の、川ですね、川の名水というのを100選ですね、100個、制定をしておりまして、まあ、その水のね、河川を保護していこうという名目で、作られています。あと2008年、平成の、名水100選というのも制定をされていますね。はい。あとは子供ホタルレンジャー。というのも、まあ、子供たちをね、一緒にね、活動して、ホタルを守っていこうというね、里地、里山を保護する、ホタルを保護していく、流れとしても注目をされています。はい。続いてですね、水から土に移行していきます。命を育む土に起こっていること、問題と、それから私たちの取り組みを見ていきます。はい、一つ目がですね、砂漠の原因と影響ということです。これは日本というよりも、諸外国ですね、東南アジアやエジプト等、あと、まあ、その温暖な非常に熱帯地域と呼ばれているところでの問題ですけれども、まあ、今まで砂漠化していなかったところが砂漠化しているというところが問題ですね。まあ、いろいろな背景があるんですけど、4つ挙げさせてもらっています。一つが花崩木ですね。はい、ちょっと放牧が過剰すぎたということです。あとは中国からまあよく降ってきている黄砂ですね、砂ですね。あとは過度の、耕作ですね、耕しすぎたということです。あとは農地の塩分集積、これはですね、塩分が、こう地中に、まあ、こう集積してしまって、酸性化してしまうということです。はい、この4つが結構原因として砂漠化が進行してしまっています。で、土を守る取り組みということで、ここも水と同じように私たちも頑張っていかなければいけない点です。1970年に農用地の土壌の汚染防止等に関する法律が制定をされました。あと2002年に土壌汚染対策法というのが制定されています。あとは有機ジャスマークですね。エコファーマー。これは農家の方と、あとは消費者をしっかり結びつけて、こうしっかりね、農薬を使っていないですね、もので、しっかりとした、安全な土壌から作られた作物を保護していこうということの取り組みとして、有機ジャスマークを、付けられていますということです。
はい。で、続きまして、澄んだ大気を守るために、次は、空気を守るためのものを紹介していきたいと思います。はい。酸性雨のダメージということですね。これは皆さんよくご存知なものですけれども、水素イオン濃度で示されるのが酸性雨です。で、pH5.6 以下の雨とされています。これは、言わずと知れた、非常に、熱帯雨林とかでは問題となっている酸性雨ですね。森が枯れるというのがまず一つ。あとは湖の生物が死滅してしまう。あとは大理石の彫刻が溶けるということですね。まあ、これは上から雨が降ってきますので、酸性の雨によって溶けてしまうということです。はい、続いて目に見えない有害粒子 PM2.5 というね、恐ろしい、粒子煙についてお伝えしていきたいと思います。はい、粒子が非常に小さいため、人が吸い込むと肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎を引き起こすリスクがありますよということですね。私ももともと喘息持ちでして、こういうね、工場の排気ガスとかね、車の、有害こうケムケムした部分はですね、黒い煙が本当に嫌いというのもあるし、すごく、ダメージが体に大きいので、まあ絶対吸わないようになるべく気をつけてはいるんですけれども、まあ、心臓などへの循環器系への影響も懸念されているということですね。これは結構ね、目に見えないかなり細かい粒子ということですね。まあ非常にしょうがない部分もあるんですけれども、まあ、なるべく工場等もこういう規制をして出さない心がけっていうのも大事になってくるかと思います。はい、PM2.5 はこんなにも小さいよということで、一応紹介までに出てますのでお伝えをしておきますと、この図ですね、髪の毛の太さが70マイクロメートル、まあこの、漢字として覚えておいていただければと思うんですけれども、まあ、これぐらいの、ね、茶色の円の太さよということですね。で、花粉というのはその約半分より小さいかですね、3分の1ぐらいの、大きさになるんですね。はい、皆さんがよく花粉症で厄介な花粉はこれぐらいの大きさです。で、 PM2.5 というのはこのさらに小さいということですね。この赤色の点で示したのが PM2.5 の小ささということで、まあ、これぐらい細かい粒子でございますので、まあ、それは当然目にも見えませんしということですね。はい、まあ、一応感覚値として、図で表記させてもらいました。はい、続いてヒートアイランド現象。これは都心部でよく言われていますね、熱の島現象と言われています。夏の熱帯夜等で、都市の気温が周辺地域に比べ、島上に上昇する、円状にこうね、上昇していくということで、1931年から2015年の約100年の間で東京の夏の平均気温は約 3.2 度上昇したということですね。 3.2 度夏の平均気温が上がるとなるとかなりきついですね。真夏日や熱帯夜の増加ということで、まあ、コンクリートのね、熱のこのあとビルとビルの間の隙間風が通らないっていうのもありますし、まあ、いろんなものが組み合わさってはいるんですけれども、この都市部のヒートアイランド現象かなり深刻化しておりますね。これは今後も引き続き、注意が必要ですね。はい、で、逆にですね、それを抑えるためにクールアイランド現象っていうのも、狙って効果を打ち出されています。これは屋上緑化ですね、屋上ビルの屋上にこういう緑を作ろうという心がけです。まあ、CO2 の削減もそうですし、熱帯夜の、減少ですね。まあ、緑を植えることによって熱を下げようという試みですね。はい、あとは壁面ですね、壁にこう緑化をするということです。あとは風の谷と呼ばれているものですね。これはまあその先ほども言った、空気が通らないので、空気の通り道をうまいこと作ろうと言われています。まあ、これはまあ昨今のね、今流行っていますコロナウイルスの、ウイルスの感染症等にもね、換気が必要だっていうのは3密を避ける上で重要かというふうに言われておりますので、この風の通り道を作るという風の谷ですかね。はい、これも非常に今の昨今の現象に相まって重要になってくるかと思いますので、はい、ますますこれはね、継続してやっていかなければならないですし、まあ、こういう、ところにこうなるべく身を置くっていうことも大事かと思いますね。はい、続きまして、生物多様性の恵みとその危機ということですね。散々この2章で言ってます、生物多様性、生態系を守ろうという動きと、その危機ですね、どれぐらいまで差し迫っているのかというのを、生物ごとに挙げていきたいと思います。はい、
1つ目、生物多様性とはもう一度ですけども、1992年に採択された生物多様性条約では、さまざまな地域にある生態系とその生態系を構成する種ですね、またその種の中の遺伝子の3つの多様性のことを生物多様性と定義しているということです。まあ、これは一応条約上での定義ということですね。はい。で、続いて、生物の営みと環境のつながりということです。まあ、これも一応定義としてなんですけれども、この、地球環境の中には3者いるということです。一つ目が生産者。これはですね、光合成植物で、植物というのがまず最初の生産者、生み出す人と言われています。はい。で、それをね、生物というかその植物を食べた人たちが分解者ですね。これがまあ微生物と言われております。地球の中に入っているのが微生物です。はい。あとは消費者と呼ばれるのが我々人も含めた動物ですね。はい、これが消費者ですね。この3者が、このなんですかね、食物連鎖の中で、うまいこと組み合わさって地球環境は成り立っているということですね。はい。で、生物多様性が失われつつある原因ということで、ここからが深刻な問題の掘り下げになっていきます。一つ目が森林や湿地、動植物の乱獲ですね。はい、まあ観賞用であったりとか、いろいろなね、売買の目的で、こういうことが起こってしまっております。あと二つ目が人間の管理不足ですね。まあこれはね、もう、かなりこれは言われておりまして、今ではね、しっかりと保護区というのを制定して、これ以上は伐採しないように、これ以上は乱獲しないようにということで、非常に厳しい取り組みが、世界各国で、保護区として指定して行われていますけれども、ちょっとね、これが遅すぎたというのが、人類のこの、過ちということでございます。あと3つ目が外来生物や、化学生物ですね。まあ、これは、まあ、遺伝子組み換えと植物においては当てはまりますし、あとは外来生物ですね。いろんな、本来その地域にいないものを諸外国等から引っ張ってきて、そこに住まわせてしまった結果、生態系が崩れてしまうということになります。あと4つ目が地球環境の変化、これは温暖化等ですね、外部の地球環境が変わることによって、そこに住んでいた植物動植物が、ちょっと被害を被ってしまっているという、この4つの背景があるということでございます。まあ、どれもかなりシビアな問題で、非常に、一朝一夕には解決が難しいところですね。はい。続いて深刻な影響を与える森林破壊ということです。まあこれは熱帯雨林等に主に当てはまってくるかと思いますが、森は、先ほども言いました、世界の陸地の約 30% を占めています。はい。その面積は約40億ヘクタールにも及ぶと。2000年から2010年平均では毎年に、520万ヘクタールの規模で森林が失われていると。めちゃくちゃの規模ですね。特に宝の森と呼ばれる熱帯雨林の減少は著しく、生物多様性の宝庫であるこの森のダメージは深刻であるということですね。熱帯雨林の、このね、海面上昇であったりとか、熱帯雨林の林そのものがなくなってしまっているというのがね、非常に深刻でございます。はい。で、一応続いて、レッドリストというのがあります。これは絶滅危惧種のことですね。日本の絶滅危惧種レッドリストを一応参考までに挙げておりますが、国際自然保護連合 IUCN がリストアップしている野生生物です。全部ではないんですけども、代表的なものを挙げさせてもらっています。一つが青海亀ですね。はい、亀さんですね。それからコウノトリですね。まあ、これはいろんなね、動画とかでもよく出てきておりますけれども、コウノトリも絶滅危惧種として指定をされています。はい、はい、それから世界のレッドリストということで、スミレコンゴインコというね、インコさんを、紹介しております。とてもね、色鮮やかな青色のインコでございまして、こちらのですね、インコが結構ね、観賞用としてすごく乱獲された結果、絶滅危惧種として、指定されてしまっているというね、結構かわいそうなインコさんでございます。あとは、ミツユビナマケモノということですね。はい、このミツユビナマケモノも、絶滅危惧種として、指定をされております。はい。まあ、これもナマケモノも、このインコと同じく、まあ、観賞用とか、あとはその熱帯雨林そのものが減少してしまっておることによって、もう数が激減してしまっているものですね。はい。で、続いてですね、非伝統的な焼き畑農業ですね。これは主に民族等がやらかしてしまってるんですけれども、長期間にわたる過剰な利用が森が再生する時間をなくし、表土が流出してしまった結果、荒地になってしまう問題が生じていると
ということです。伝統的な本来の、焼き畑農業というのは、いろんなね森を住み替えていって、森が再生した頃にまた戻ってきて、そこの地をね焼き畑として、利用して耕作していくというのがね多いんですけれども、森が再生しないうちに、過剰に焼き畑農業を行ってしまっているという問題が生じているということですね。はいはい。それからビオトープと言われている言葉、これもね昨今かなり、重要視されております。キーワードとして押さえておいてほしいです。ギリシャ語で生命を表すビオと、場所を表すトポスですねを組み合わせた造語で、野生生物の生息空間のことを、ビオトープと言われております。森林や草地、河川や河原、あとは、池や、沼、小沼か、あとは海や、干潟などですねが言われております。学校や家の庭などに小さなビオトープ、生物の野生空間を作り、環境教育や自然環境の保全に役立てる活動も行われているということで、まあ、野生生物が住みやすい環境を私たち人間が自ら作っていこうというね、本来は、もともと備わっている自然環境が失われつつあるからこそ、自ら人間が作り出そうというね、生物と共存していく心として、現れた造語になります。はい。で、地球温暖化、地球からの SOS ということで、クマさんがね、ホッキョクグマが危ないという絵を載せてもらっております。はい。温暖化の影響ということで、ここから掘り下げていきます。世界平均気温の上昇の変化ということですね。一応、略年表からさらっとお伝えしておきますと、1880年から2012年の期間で約 0.85 度上昇しています。で、海水温の上昇で、サンゴの白化問題が先ほどご紹介した通り起こっています。日本では1898年から2014年、約 1.15 度上昇しているということです。まあ、これによって猛暑日の増加、あと集中豪雨の増加が、まあ、近年ね皆さんも肌感として実感をしているんではないでしょうか。私もここ10年20年と、時が経つごとにこのね熱帯日とか、あとは集中豪雨ですね、まあ、これが年間を通して多いかと言われればそうでもないんですけれども、1回に降る量の増加ですよね。それによる被害の深刻化というのは、以前に比べるとかなり増してきているように思います。はい。なのでやっぱり温暖化はかなり私たちの影響に及ぼしているということですね。はい。で、右側が地球の気温はこれからどうなるんですかということで、最大ね、非常に悪いシナリオとしては 4.8 度上昇していく2100年までのシナリオが出されております。1950年から2100年までの気温の変化ということですね。はい。まあ、低いシナリオもあるんですけれども、最大のシナリオでは4.8度上昇しているということで、かなりこの上昇率がやばいですよね。はい。これを何とか食い止めなければ未来の、人類の祖先が危ういということでございます。はい。まあ、このグラフを見るだけでもね、私たちの危機意識というのが高まっていくのではないでしょうか。はい。じゃ出典がですね、世界の IPCC ですね、第5次評価報告書、全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトからも、ご覧いただけますので、興味がある方はぜひ深掘って見ていただければと思います。はい。はい、続いてですね、現在人間の活動で排出される二酸化炭素 CO2 72億炭素トンですねは、森や海などが吸収する量31億炭素トンの倍以上になっているということですね。排出している二酸化炭素の量が吸収できる量の倍も出しているということです。なので大気中の二酸化炭素は産業革命が始まった18世紀中頃に比べ約 40% も増加をしているということですね。はい。まあ、こんなにも増加しているんだというのを改めて皆さんに知っておいていただきたいということです。はい。はい。ここからは、パリ協定と呼ばれる地球温暖化のための国際的な話し合いということですね。散々やばいということを認識した上での取り組みでございますが、国連気候変動枠組み、条約ですね。第21回締結国会締結国会ですね。COP21。これも有名ですよね。おいで締結した地球温暖化阻止のための国際的な枠組みを定めた条約のことです。フランス・パリで開催されたため、パリ協定と呼ばれております。はい。条約として非常に有名ですので、押さえておいてほしいポイントです。
で、続いて温暖化のための緩和策ですね。これはすごくね、近年も、ですし、これからも非常に重要です。企業等もこれを非常に取り入れている企業は増えてきていますし、地球温暖化ですね、食い止めるため、またエコのため、また事業としても大事になってきているものですね。一つ目が太陽光発電、ソーラーパネルです。あとはバイオマス発電、それから風力発電ですね。この辺がまあ完全にエコな、温暖化のためのエネルギー対策になっています。はい。続いて国民的な運動、クールチョイスという運動もありますね。2030年の温室効果ガスの排出量を2013年度比で 26% 削減していこうという結構な取り組みです。目標のために省エネ、低炭素型の製品サービス行動など温暖化対策のためのあらゆる賢い選択を促す国民運動です。政府、自治体、事業者、NPO などがそれぞれ団体で推進をしているという運動でございますね。はい。で、続いて温暖化のための適応策と呼ばれております。これはですね、温暖化を食い止めるというよりは押してしまっている温暖化にね、うまく適応していこうということですね。まあ、食い止めるというのはもはや地球環境というか、世界的な団体的なレベルになってきますので、私たち一個人であったりとか、一企業がやっていくのは適応策の方が強いんではないでしょうか。一つは防波堤ですね。はい、これは海水面の上昇によって津波を食い止めていこうという防波堤、まあ防水、防炎というかね、そういう取り組みになっています。あとは品種改良ですね。これはですね、その土地土地で地球温暖化のためにですね、作物が育たなくなっている地域がございます。なので、その地域で育たない作物も品種改良によってうまく気温とともに付き合ってコントロールしていこうという取り組みになってますね。これはすごくね、頭がいい取り組みかと思います。はい。あとは、適応策として、山椒、種子など抗酸化作用の強い餌で暑さに強い鶏さんを育てるという取り組みもあるそうですね。これも私もね、最近知って知らなかったんですけれども、まあね、暑さに強い鶏を育てることによって適応策として、出されております。はい。あとは、災害ですね。水没の可能性のある地域をあらかじめ把握するハザードマップを作成することが、事前の避難対策につなげることができるということですね。まあ、近年すごく日本でも地震が多くなってきています。ハザードマップを作成して、不動産業界ではかなりね、一般市民の方に向けてハザードマップを提供しているところが増えておりますので、ぜひぜひ、ここも重要視して、土地選びをつなげていただければと思います。はい。それからですね、循環型社会を目指していこうという取り組みです。石油はあと50年で使い尽くされると言われております。大量生産、大量消費、大量廃棄の社会から循環型の社会へと転換させるべしということですね。あと50年で使い尽くされるということで、もう多分私が生きている間にもなくなってしまうというふうに、予測されまして、結構皆さんこれを見てくださっている方もやばいんじゃないでしょうか。なので循環型社会をしっかりと推進していきましょう。はい。3つの R が浸透、循環型社会ということで、これもかなり有名です。リデュース、ゴミの抑制ですね。リユース、再使用、あとはリサイクル、再生利用ということですね。特にリデュースとリユースが、すごく取り組みやすいということで大事になってきますので、まあ、この3つないし、2つをしっかりと押さえて、私たちも取り組んでいきましょう。はい。あと、レアメタルというのがございまして、これは地球上の存在量が稀であるか、技術的、経済的な理由で、抽出困難な金属のうち、安定供給の確保が政策的に重要なものと言われております。まあ、資源のうちとして重要なものということですね。はい。プラチナやバナジウム、あとリチウムなどの31種が対象となっています。まあ、あまり普段馴染みがないかと思うんですけれども、レアメタルというのが、まあ、非常に希少価値が高い、石油と同じような、価値の高いものだよというのをちょっと知っておいてほしいです。はい。それでは続きまして、小顔型家電リサイクル法ということですね。デジタルカメラやゲーム機などの使用済み小型電子機器の再資源化を促進するための法律です。はい。まあ、こういったものも、近年ね、すごく推進されておりますので、紹介でございます。はい。続いて、セルロースナノファイバーと呼ばれているものがございます。木材から化学的機械的処理により
取り出した直径数十ナノメートルの、繊維状物質のことを言っております。はい。で、鋼鉄の5分の1の軽さで5倍以上の強度を持つということで、すごい、ですね。私も業界の人でなければ全然知らなかったんですけれども、環境負荷の少ない植物由来の次世代素材として注目をされております。セルロースナノファイバー、これもねぜひ注目していただければと思います。はい。あと、ポリ乳酸と呼ばれるものがありまして、植物のデンプンから生成される生分解性プラスチックの一つです。微生物により分解される特徴があります。トウモロコシやジャガイモなどから作られ、石油に代わる原料として期待されています。先ほど約50年で石油はなくなってしまうと言われておりますので、このポリ乳酸ね、石油に代わるものとして非常にエコで、これから注目されてくると思いますので、ぜひぜひ今知っておく必要があるかと思いますね。はい、はい、続きまして、地球は巨大な生物ですと、ガイア仮説というのを紹介でございます。イギリスの科学者である J.E. ラブロックさんという人がですねいます。地球を、大地の女神ガイアになぞらえて一つの生命体であるとしています。一応ですね、補足で、恒常性とは体内の変化に関わらず体内環境を一定の範囲で維持する仕組みのことということで、まあここも絡めながらですね、女神ガイアになぞらえて一つの生命体であるとしています。まあちょっと残っちゃえるという感じで、あまり深くは言及しないんですけれども、こういうガイア仮説というのがあるということで押さえておいてほしいですね。はい。はい。続いて、持続可能な社会のためにということで、今日本政府が主に打ち出しているこれからの地球環境保全のためのテーマ取り組み3つ紹介していきます。1つが低炭素社会ですね。これは二酸化炭素の削減言わずと知れた CO2 を抑えていこうというね、低炭素型の社会ですね。はい。あとはちょっと、次は循環型の社会、資源の無駄遣いをなくしていこうということで、先ほど紹介した、リデュース、それからリユースリサイクルの3つの3本の柱とともに紹介しています。あとは、自然共生社会、生物多様性の保全ということですね。もうこれ全部重要なんですけれども、3つ主なテーマとして掲げております。はい。では続きまして、第3章に移っていきます。ライフスタイル編ということで、ここからは皆さん個人において非常に重要なテーマとなっていきます。暮らし豊かに香りしたライフということですね。はい。地球環境の、問題とか取り組みとか、あと今後の、未来のことも分かった上で、より快適に過ごしていこうということで、香りを取り入れた、豊かな暮らしを提唱していきます。はい。まず、着ている服から環境を考えるということですね。繊維の種類ということで、まあこれはちょっとね、ただ単なるこう、お勉強のところなんですけれども、天然繊維と化学繊維というのが一応ございます。天然繊維というのは植物繊維と動物繊維を使った綿や麻、あとは絹や羊毛などですね。これは昔はね、やっぱりこういった天然繊維を使用した服がよく着られていました。そこから私たち現代に流れるにあたって、化学繊維を使った服がよく作られてきたという流れをお伝えしたいです。合成繊維というのは石油などから合成化学的に作られた原料を使用するものです。具体的にはポリエステル、あとはアクリル、ナイロンやポリウレタンなどですね。はい。あとは半合成繊維というのがありまして、これは木材パルプなどの天然繊維を化学変化させたものです。アセテートやトリアセテートなどがあります。あとは再生繊維と呼ばれているもの、これは木材パルプや綿花くずなどを溶解して繊維化させたものということで、レーヨン、キュプラ、リオセルなど、まあこういったものがね、新しく出てきたよということですね。うん。まあ人工的に作られたといいますか、いろいろ人類が一生懸命作ってきたものが、こういうふうにあるよということですね。うん。で、同じく着ている服から環境を考えていこうということで、古着の回収ですね。あとはすみません、リメイクということで、服をリサイクルして使っていこうという取り組みも、資源をね、抑えていく上ではすごく重要かと思います。はい。あとはフリーマーケットですね。これはまあかなり前からよく使われていますけれども、なるべくゴミに出さないように取り組みをしていこうということです。あとは掃除に使うということで、切れ端などを切って掃除に使っていく、雑巾代わりに使っていくという方法もありますね。はい。続いてですね、健康になる食べ方と地域への愛着が生まれる地産地消という考え方です。
これもね、私もすごく大事な考え方として大好きなんですけれども、ここでではですね、輸入農産物というのは産地直売の約10倍の CO2 が出るんだということをね、意外と知られていないと思うんですが、知っておいてほしいということですね。地産地消のね、産地直売の食材というのは、輸入農産物に比べると、10倍もまあ抑えられているということですね。はい。一応根拠としては農水省の平成16年度の農産物地産地消等ですね、実態調査結果の、概要をもとに作成していますということで、まあこれは確かなデータかと思いますね。うん、なるべくまあ地産地消で、その土地で作られたものを食べていく、使っていくということが大事かと思いますね。はい。まあ、単なる健康というよりも、こういった地球環境保全のためにもね、重要なんだというのを押さえておくと、よりよく、皆さんが、こう、なんですかね、愛着を持って、食べられるんじゃないかなと思いますね。私もね、すごく意識しているんですけれども、直売所から旬のものを買うというのを意識して行ってみてはいかがでしょうか。はい。はい、先ほどちょっと触れた旬の食材を食べようということですね。トマト 1kg を栽培するために必要なエネルギーを図で示しております。はい。光熱エネルギーですね。これはハウス栽培の時の、かかる、この、なんですかね、コストというか、エネルギー量を示しています。はい。全体の 18,000kcal もかかる温室栽培だよということですね。なので、いかにね、まあ、ハウス栽培でね、年中、こう、収穫ができるということで、非常にやっぱり便利に、ね、なりました。スーパー等にね、一年中、こう、並べられるというのは、めちゃくちゃ、便利にはなったんですけれども、まあ、その反面ね、エネルギーがめちゃめちゃかかってるんだよというのをね、皆さんに知っておいてほしいです。これも社外法人の資源協会、家庭生活のライフサイクルエネルギーをもとに、作成をさせてもらっております。はい。旬のものをしっかりと食べることで、エネルギー削減をしていきましょう。はい、続いて旬の食材を食べよう、ほうれん草編ということですね。ほうれん草においても 100g 中のビタミン C 含有量が全然違いますよということです。ほうれん草の旬はですね、冬なんですね。はい。なので夏に栽培される量よりもですね、冬に栽培されるほうれん草を食べた方が約3倍も栄養価が高いということなんですね。なので、先ほどエネルギーのことを言いましたけども、このビタミン C とかの方のこの栄養素の面においても、やっぱり旬のものがいいということなんですね。はい。まあ、ただ単にこう旬のものがいい、旬のものがいいっていうのはわかるんですけど、何がいいのかっていうのをね、しっかりエネルギー面と、あとは栄養価も高いんだよっていうのをね、しっかり抑えると、より旬のものをね、意識して食べようというね、気に皆さんがなると思いますので、私もね、これを改めて勉強して、すごく大切な考え方だと思いました。はい。で、続いて、旬の食材を食べよう3つ編ということで、家庭における食品ロスの内訳ということです。はい。直接廃棄、それから食べ残し、あとは過剰除去と呼ばれているものがありまして、過剰除去というのは、そもそも、何ですかね、こう、食べる、量だけ作ればいいんですけれども、食べる量よりも多くそもそも作ってしまっているということで、こういった、食べ残しの今原因になってしまっている元々の根源というのが約 55% もあるよということですね。なので、旬の食材を使って食べる分だけの分量をしっかり作っていこうということですね。はい。まあ、結構ね、こう、食べずにそのまま捨ててしまっている、こういう絵を挙げてますけれども、日本ではこのね、過剰除去かなり多いみたいです。はい。なので、消費者庁がですね、食べ物の無駄をなくそうプロジェクトというのを立ち上げております。はい。これをね、まあ、プロジェクトを立ち上げるのはそうなんですけれども、一個人、一家庭がしっかりと、こういった取り組みをやっていくことが、やっぱり非常に重要かと思いますので、過剰除去がこれぐらいあって、無駄を排出しているということをね、ぜひぜひ皆さんも心に留めておいてほしいなと思います。はい、続いてですね、ここからすごく重要な、実践編ということで、使い切り方がわからない場合はということでおすすめなのがあります。クックパッドですね。私もかなりこれ使わせてもらっております。はい。
で、クックパッドは普段馴染みがない方へ向けてなんですけれども、消費者庁がですね、公式で運営しています、クックパッドがあります。はい。これはですね、食品ロスの削減や食の安全をですね、抑えるためにというか、確保するためにということで、レシピを消費者庁が紹介してくれております。はい。まあ、一般の方ももちろん紹介してくれているんですけれども、公式のね、公的機関がこういう風に運用している、なんていうか、レシピもありますので、こういったものも活用してね、ぜひぜひ安全安心な、かつ美味しいね、ものをね、作ってみていってはいかがでしょうか。はい。まあ、使い切り方、どういった食材のね、活用法というのがわからないっていう場合は、こういった公の機関がもう結構大々的にやってますので、しっかりここをね、活用してもらってはいかがでしょうか。はい。はい。あとは、ベジブロスという考え方ですね。これは、ベジ、野菜ですね。あとは、ブロスというのは、だしという意味になっています。野菜くずを鍋で煮て、だしを取るということですね。その後は、コンポスターで肥料にすれば、生ゴミを発生されることなく使い切れるということです。まあ、野菜のね、残しでだしを取って、使い終わった後は、しっかりと肥料にしようということで、まあ、本当にね、こう、廃棄物をなくす考えとして、このベジブロスという考え方というやり方ですね。家庭においてはすごくね重要かつ実践的かと思いますので、これもぜひね使ってみてほしいと思います。はい。続いて、少しの工夫でエネルギーを削減していこうということですね。これは、まあ、光熱エネルギー削減のためにできることということで、電気、水道、ガスですね。光熱費を抑えていくための仕組み作りです。無駄なくガスを使いこなそうということで、一応、カオリスタが提唱しているものとしては、鍋底の水滴を拭き取ってから火にかけるということです。あとは、鍋を火にかけるときは、蓋をするということで、エネルギーの削減をしています。あとは、電気の無駄を考えるということで、冷蔵庫に物を詰め込みすぎない、これはね詰め込めば詰め込むほどエネルギーを使用しますので、詰め込みすぎないという点です。あとは熱いものは冷ましてから入れるということで、そもそもの冷蔵庫のエネルギー量を削減するという方向性ですね。あとは炊飯器のね保温機能、これねなるべく使わない方がいいです。結構ね私もあの保温機能は、切るようにしてまして、結構これはあの電気を食いますので、意外となので意識してやってみてほしいなと思います。はい。続いてですね、環境に優しいエコ住宅、省エネルギー断熱ということで、これも国がね、日本政府が今推進しております。はい。ゼッチという考え方、ネットゼロエネルギーエナジーハウスということですね。はい。日本政府がですね、2030年、あと10年ほどありますけれども、新築住宅のほとんどをゼッチにすることを目指しています。自宅で消費するエネルギー量より、自宅で作るエネルギー量が多いことを、総エネルギーということで、提唱して導入をしていこうということですね。新しく家を建てられるご夫婦なんかにはこのゼッチの総エネルギー住宅というのを推奨しています。まあ、あのスマートハウスとかね、かなりいろんな企業が導入しているのはこの背景もあります。はい。続いて、観葉植物をうまく使っていくという方法もありますね。マイナスイオンの発生、あとはホルムアルデヒドの除去、あとはバクテリアの抑制なんかにも効果がありますので、観葉植物私も大好きなんですけれども、まあ見た目の、こともありますし、こういったね、除菌とかね、そういった、まあ今コロナウイルスも流行ってますし、観葉植物こういった効能もあるよということで、ぜひぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。それでは続きまして、HEMS ですね。HEMS で管理するスマートホームというのがございます。近年ですね、非常にインターネットが台頭してきまして、どこでもスマートにですね、ネットが繋がる時代になってきました。はい。まあ、この動画に関しても皆さんに届けられるのが、このね、インターネットのおかげということもありますね。はい。あとは IoT や AI なんかも今台頭してきております。新しいテクノロジーを利用した、スマートホームということですね。家電などの消費機器、総エネ、機器ですね。あとは蓄エネ機器をネットワーク化し、エネルギーを効率よく調整するということで、ホームエナジーマネジメントシステムのことを、HEMS と言われていますね。まあ、こういった、新しいテクノロジーを使った、お家を作っていくというのも非常にこれも重要なテーマかと思います。はい。
あとは、家の中を快適に保つ工夫ということで、今本当にホットな話題ですけれども、感染症予防の基本は手洗いうがいだよということで、まあ、この環境カオリスタをね、コロナウイルスが流行る前に一応作られているんですけれども、今この、本当に高ウイルス時代になってきましたので、手洗いうがいがまず基本だというのをしっかりね、押さえておいてほしいです。私もかなりここには気を使っています。除菌スプレーとかね、3密を避けるということもあるんですけれども、この手洗いうがいというのが、そもそもこの菌をね、喉元にこのついた菌を、流していくこと、うがいですね。あとは、この手洗いをすることによって、菌がついた、手で食事をしないということも、この感染症とかね、自分が病気にならないためにすごく重要なんですね。これを私は、何年も前に学びました。手洗いうがいの重要性というのを、意外と知らない人も多いので、この3密を避けるとか除菌スプレーもそうですけども、それよりも手洗いうがいの重要性というのを私は、この動画を通しても皆さんに訴えていきたいという思いです。すごく重要なので、ぜひやってみてほしいです。はい。で、抗ウイルス性の精油で芳香浴ということで、ここもすごく今ホットな話題かと思います。はい。アロマディフューザーで、抗ウイルス性のあるペパーミントやユーカリですね。あと和精油の黒文字なんかを使ってもいいんじゃないでしょうか。はい。和精油、ティートリー系とかもいいんですけれども、和精油として私が今注目しているのはヒバですね。ヒバの精油がすごく抗菌性が高いので、和精油のうちではヒバですね。あとは外国製だとペパーミント、ティートリー、ユーカリをぜひぜひ、芳香浴で香らせて抗菌予防に使っていただければと思います。はい、では続きましてですね、エコカーやカーシェアリングを活用していこうという流れでございますね。はい、輸送量あたりの二酸化炭素 CO2 の排出量を、国土交通省が、出しておりまして、そこからちょっと抜粋しております。自家用車をですね、まあ、一家に一台と言われている時代からもうかなりもうシフトしてきておりまして、自家用車を持たずにカーシェアリングをしていこうという流れが結構やっぱり頻繁に、意識して、皆さん過ごされている方が増えてきたかなと思います。私も、そこにその自家用車を持たなくてはいけないっていう風な、まあ、考えではあんまりないですね。まあ、自動運転のね、システム等も流行ってきてまして、まあ、どういうふうに今後未来が流れるかわからないんですけれども、まあ、公共交通機関ですね。こちら示しているように鉄道、それからバス、空港ですね。はい、まあ、航空ですね。まあ、いろんな公共交通機関を使った方が、まあ、エネルギー量ですね。あとは CO2 の排出量から見るとかなりね、環境に優しいということですので、まあ、どうしてもね、車が欲しいという方は、好きな方は全然いいんですけれども、はい、そうでない方は、まあ、カーシェアリングを活用して、CO2 の削減に努めていただくと、まあ、すごく、環境カオリスタ的には、素晴らしいんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、続いて旅で環境を考えるというコーナーです。環境教育のエコツーリズムですね。こういう考えが一応ありますよということで、これは皆さん知っている方も多いと思いますね。はい、自然環境や歴史文化などをですね、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、つながっていく仕組みということです。日本では2007年の6月にエコツーリズム推進法が制定をされていますね。まあ、主に日本人というよりは外国の方の観光客向けに、こういうね、歴史に触れてもらってというような感じですかね。はい。あと二つ目が温泉ガストロミーツーリズムということで、これもね、かなりね、いいかと思います。食文化と、あとは温泉を組み合わせた、まあ、日本ならではのものですね。これは本当に海外からの観光客の方に、ぜひぜひ、まあ、温泉の魅力と日本の和食の文化を味わっていただきたいという思いがかなり強く入っております。はい。続いてですね、大人の社会科見学というのもありまして、埋め立て処分場の見学ですね、東京都で行われています。はい。これは説明員の方がですね、概要説明が30分と、廃棄物処理施設及び埋め立て処分場の見学を60分、まあ、合わせて1時間半ぐらいですかね。かなり多い、長い時間にわたって説明をしてくださるということですね。まあ、環境保全の取り組みを、説明してくれるので、まあ、ご興味がある方はぜひぜひ見ていただければ嬉しいかと思います。はい。
あと続いて北海道の事例ですけれども、環境未来都市ということで、これは北海道の小川町というところが進めている取り組みです。林業の体験、あとは、アロマのですね、精油の蒸留体験なども、企業自治体が研修を行っているということですね。まあ、かなり、環境、まあ、未来型都市、先を見据えたね、はい、すごくいい。子供さんも、まあ大人といえどもですね、子供さんにとっても特にね、これから未来を担っていく若い方にも触れていただきたいような内容かと思いますね。うん。素晴らしいと思います。はい。続いてですね、ボランティアの一環として、里山へ GO ということで、これは東京ですね。はい、まあ、田植えとかですね。あとは稲刈りなどの、田んぼ活動です。あとは自然観察やクラフトなど、東京の里山を丸ごと体験できるボランティア活動として、私も東京にいた頃が、ですね、結構長かったんですけれども、東京生活が、ボランティア活動で植樹とか、ですね、いろいろ、ゴミ拾い等の活動をボランティアに参加させてもらいました。まあ、都心もね、楽しいんですけれども、こういう、里山というか、ちょっと離れたところで、まあ、今は特に、コロナの季節でもありますので、しっかりと、こういった自然環境に触れて、リラックスしながらですね、ボランティア活動を、まあ、やるというのも一つ選択肢としてはありかなと思いますので、ぜひこういう取り組みにも参加してほしいと思います。はい。では、最後のコーナーになりますが、ハーブを育ててみようということで、アロマのみならずハーブにも触れていくというのが今回の、環境カオリスタには含まれておりますね。まあ、いろんなことを網羅して環境カオリスタは含まれていますので、すごく勉強になるかと思います。はい。なのでハーブの基本から活用法等に最後触れていきます。小さな鉢やプランターで育てやすいハーブということですね。はい。一つがチャービル、それからスペアミント、これは結構そのスイーツ系によく使われていますね。あとはグリークオレガノというのは、これは肉料理の、臭み消し等にもよく使われている葉っぱになります。はい。まあ、こういったちょっとね、料理等に、付け加えるようなハーブであれば、鉢やプランターを使って可愛らしくね、小スペースで育ててみることをまずはお勧めしますね。初心者にとってすごくやりやすいものになります。はい。あとは続いて、鉢植えがちょっとね、大きい、小さすぎてですね、もっともっと繁殖してしまうという時には、庭植えがおすすめでございます。はい。で、その中でも初心者が育てやすくて、まあ、繁殖力の強いものをピックアップさせてもらいました。一つ目がコーンフラワーですね。はい。紫色の花びらをつける特徴的な万能薬としてもよく知られているものですので、ハーブティーで、ぜひぜひ風邪予防に抗菌作用の高い、ハーブです。使ってみてほしいです。あと、その下がレモンバーブですね。まあ、これはレモンの香りのする、美しい綺麗な葉っぱでございます。はい。あとは山椒ですね。これは中部の和歌山県等が、静岡あたりがすごく、産地としては有名ですね。あとはセリ科の植物のフェンネル。はい。あとはバジルですね。これはもう言わずと知れたバジルの葉っぱでございまして、あとはマロウですね。これも紫色の花をつけるんですけれども、サプライズティーとも言われているように、もともとは紫色の花なんですけれども、これにレモンをね加えてハーブティーにしていただくとピンク色に変わるというね、サプライズティーとしても楽しむことができるマロウブルーと言われているハーブになります。これも初心者用のハーブとして有名ですね。はい。はい。続きまして、苗から、簡単ということで、失敗しない植え方をご紹介していきたいと思います。はい。育てるにあたって、いい苗をですね、どうやって見分けたらいいのかということなんですけれども、茎が太くて、葉と葉の間が詰まっている苗がいいとされています。あとですね、葉の色が濃いのも、丈夫な証拠ということですね。で、反対にですね、草丈が高く、ひょろっとしたもの、あとは葉先の色が薄かったり、ちょっと黄色くなっているものは、葉焼けをしている可能性もありまして、あんまり丈夫でない可能性が高いです。なので、避けた方がいいかもしれないですね。はい、太くて茎がね、あとは、緑色が濃いものを選んで育ててみると、すごく、丈夫にね、育ってくれるかと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。はい。
続いてコツを紹介していきます。4つほどあるんですけれども、まず1つ目は日当たりの良い場所で育てるということですね。まあこれは植物全般における内容になるかと思うんですけれども、日照が不足すると茎が細くなったり色や香りが薄くなったりします。1日5時間以上日光が当たる場所が理想ですね。まあ、5時間というのは厳密ではないんですけれども、まあ、これぐらいは日光に当てる必要があるよということです。なんですけれども、真夏の、熱帯夜の時はですね、直射日光が葉焼けを起こす可能性があるため、あまり強い日光には当てないようにするようにした方がいいですね。はい。まあ、これはケースバイケースでやってみてほしいです。で、二つ目ですね、土の表面が乾いたらたっぷり水をやるというのも大事ですね。はい。なぜかというと、過湿状態ですね。では、根が傷んでしまうため、水やりは土の表面が乾いて白っぽくなってから、鉢の底から水が流れ出るまで十分に水をやるということです。はい。まあ、植物、これも全般におけることですけれども、水の上げすぎというのもですね、根腐れを起こす可能性が結構あるんですね。はい。なので、まあ、すごく乾燥にね、弱いものだとちょっとあれなんですけれども、基本的にハーブ初心者用のものであれば、水の上げすぎで枯れるというよりもですね、表面がカラカラに乾いてからたっぷり水をあげた方がいいかと思います。はい。一応タイミングとしては午前中がベストと言われていますので、まあそれに沿った方がいいかと思いますね。ただし真夏の場合は1日1回入りでは足りないこともありますので、夕方に確認をしておくという感じですね。まあ、多くて1日2回ぐらいがいいかと思います。はい。はい。続いて3つ目が通気性、排水性、保水性が重要ですということです。まあこの3項目ですね。市販のハーブ用の培養土は、赤玉の土ですね。あとは腐葉土の他にバーミキュライドですね。など土壌改良、資材をですね、ブレンドしています。なので通気性、排水性、保水性を高めてありますので、まあこのバーミキュライドですかね。これとかを使っていただければすごく、育てやすいと思います。はい。あとハーブの培養土を使えばすぐに植え付けができるので、手軽にハーブを栽培することができますよということです。はい。まあ、土に結構こだわることがやっぱ大事ですからね。何においてもですね。はい。で、最後4つ目が病害虫ですね。はい。虫の予防は、風通しが大切ですということです。枝や葉が混み合うと通気が損なわれ、熱がこもったり蒸れたりして病害虫が発生しやすいということです。なので、よく間引きとかやってると思うんですけれども、こまめに葉を摘んで利用することで、風通しを確保しようということですね。まあ、結構繁殖力の強いハーブにおいては、早めにサクッとね、もう収穫をしてしまうというのも一つ手かと思いますので、まあ、あまりこう、茂らせないように、定期的にサクッとね、摘んでしまうというのがいいかと思います。はい。で、続いてハーブの保存方法はどういったものがありますかということなんですけれども、よく皆さんご存知の、ドライハーブですね。はい。で、ハーブは乾燥させて、保存しておくのが一般的とされています。で、株ごと収穫したものは風通しの良い日陰などに吊るして、スバッグという形でインテリア等にもね、よく利用されていますが、早花を摘み取ったものはザルなどに広げて風通しの良い場所で乾燥させてほしいなと思います。一応ですね、ドライハーブを作るにはだいたいで最低でも 1,2 週間の乾燥が必要になるかと思いますので、ぜひこういう風にね、絵をちょっと写真出してますけれども、いろんなハーブや花をですね、ドライにしてもらって束ねてちょっと結んだ状態で吊り下げるっていう感じですね。結構これがね、おしゃれに見えますので、ぜひ家に飾ってほしいなと思っています。はい。私も結構ドライハーブを飾ったりしてますね。はい。はい。で、続いて、メジャーなハーブの楽しみ方ということで、一つ目が、これはもう間違いなくハーブティーでございます。はい。で、一応どういうハーブティーが、メジャーで使いやすいかというのを一応挙げていますけれども、用意するものがまずティーポット、それからティーカップですね。あとは好みのハーブ、フレッシュ、ドライでもどちらでも OK です。はい。あとはお湯があればいいですね。まあ、売られているものはほとんどドライですけれども、直にね、栽培されている方はフレッシュハーブを使っていただければ、より新鮮なハーブティーを楽しめるかと思います。はい。あとですね、おすすめのブレンドですね。よく聞かれますけれども、一応、ビタミン C といえばハイビスカスとローズヒップのブレンド。あと、爽やか系で言えばペパーミントとレモングラスですね。はい。レモングラスなんかはね、結構ブレンド品としてはですね、いろんなハーブに相性が、とってもいいので、
はい、飲みやすくさせるためにレモングラスを結構使うことが多いですね。はい、ホットのみならず、夏場のですね、この蜜田シャーブティーとしてもレモングラスは結構使えます。はい、あとはカモミールジャーマンですねとペパーミントの組み合わせも体をホットにしてくれますね。はい、あとはエルダーフラワーとローズヒップとレモングラス、はい、まあ、この3つの組み合わせはすごくね美肌効果が抜群でございますね。はい、最後に作り方をさっとらっと、ご紹介ですけれども、1、ハーブをポットに入れてお湯を注ぎます。はい、あと2番目は蓋をして3分から5分ほど蒸らしますね。はい、で、冷まないようにカバーをかけると良いということで、まあ、この辺のね、作り方は普通のお茶と変わりませんね。はい。はい、それからですね、二つ目、ハーブの楽しみ方ですけれども、ハーブバターを作ってみようということで、これはまあ料理の分野におけるものですけれども、はい、用意するものはバターとフレッシュハーブです。あとボウルとヘラをご用意くださいませ。はい、作り方を、サクッとね、ご紹介でございます。1、バターは室温でまず柔らかくをしておきます。あと2番は、ハーブを水洗いし、水気をよく拭き取ってからみじん切りにね、細かくカットしてもらいます。で、続きまして、ボウルにハーブとバターを入れてしっかりと混ぜ込んでいただきまして、最後に容器に入れて冷蔵庫で冷やしたら完成ですね。まあ、すごく、本当に刻んで、バターと混ぜて、冷やすだけということなんですけれども、はい、で、使うハーブとしてはバジルやパセリ、チャイムやチャービルなど柔らかいものがおすすめでございますね。はい、まあ、すごくハーブを使ったバターをね、作ることによってパン等にこういう風につけてもらって、食べてみてはいかがでしょうか。はい、で、続きまして3つ目ですね、ローズマリーのリースということですね。まあ、これはクラフトの一種でございます。作り方をサクッとまずご紹介ですが、1、ローズマリーの枝を丸く束ねて、ところどころ麻紐などで縛ってもらいます。で、2番目はカモミールやラベンダーの、花をねアクセントとして加えるといいかと思いますね。まあ、この写真に載せているようなこの松ぼっくりとか、このドライ系のお花の花びらをね、入れてもいいかと思います。はい、まあ、ローズマリーが、一応リースとしてはね結構メジャーです。理由としてはこういう風に枝葉がねしっかりと生い茂って、まあ、リースがこう作りやすいっていうのもあります。はい、で、まあ、フレッシュハーブでリースを作ってもいいんですけれども、ですね、ドライでも両方大丈夫かと思います。はい、まあ、フレッシュで作っても1、2週間ぐらいするとねドライになっていきますので、最初フレッシュで作ってもらった方が、まあ、見栄えとしては結構楽しみがいがあってねいいかと思います。はい、で、続きまして、最後におすすめのハーブと育て方ということで、メジャーな初心者用のハーブを一つ一つ紹介をさせてもらいたいなと思います。まず一つ目がカモミールですね。はい、もういろんな分類等あるんですけれども、この辺はちょっと、割愛をさせてもらいます。はい、育てて方のポイントをちょっとご紹介ですが、ジャーマンとローマンの2種、一応ね、カモミールはございます。一応交雑しやすく香りのないものが出てくる場合があるので、見つけたら株ごと抜き取っていこうということです。一応下にね種まき、苗の植え付け、あとは開花と収穫、枝分けということで季節ごとに載せておりますので、はい、こちらを、見て、まあ、自分で作られる場合はやってみてもらえると嬉しいですね。はい、一応最後にさらっと紹介ですけれども、欧州原産の植物で、ピーターラビットのお母さんが眠れない時やお腹を壊した時に入れてくれるのが、カモミールティーということですね。はい、私はカモミールティーが正直一番好きですね。すごく飲みやすいのもありますし、いろんなハーブティーとのブレンドでも相性がいいです。ホットでも、水出しでも両方飲めるというのも一つポイントですね。はい、では2つ目、コリアンダーのハーブティーでございます。こちらのコリアンダーは日当たりが良く水はけの良い土壌を好みますので、水切れをすると弱ってきますので、5月と夏には、十分に水をやるのがポイントになります。はい、で、こちらのコリアンダーは地中海沿岸原産の植物で、タイ語ではパクチーと呼ばれていますね。はい、生薬をエスニック料理に、乾燥した果実シードはスパイスとしても利用されています。結構料理の分野でスパイス的な意味合いで使われることが多いですね。まあ、これも育てておくとね、何か料理する際には調味料として使える可能性がすごく大きいので、はい、ぜひやってみてほしいなと思います。はい、
はい、3番目がシソの葉っぱですね。まあこれはまあ一応ハーブの分類に入るんですけれども、まあ勝手に自生しているという感じでございますかね。はい。まあこれはあんまり説明しなくても皆さんよくご存知かと思います。中国原産の植物で赤、青、それから縮り面などがあるということですね。はい、双葉から葉や穂、果実まで漏れなく利用できるということですね。結構ね、まあ酸味があって癖の強い味がするんですけれども、まあ料理のアクセントに付け加えるといいかと思いますので、シソの葉っぱも、ぜひお使いくださいませ。はい、続いてタイムですね。はい、これもよくご存知な、ハーブでございますけれども、一度植えると木質化して小低木になり、一年中収穫できることができるのがポイントですね。はい、なんですけども湿気に弱いので、梅雨の時期は収穫を兼ねて枝を刈り取り、蒸れないように風通しに注意するということです。結構繁殖力が強いので、早めに、刈り取ってしまうのがポイントということです。はい。で、これは地中海沿岸の、原産の植物ですね。コモン、レモン、クリーピングなど多くの種類がありますね。はい。タイムは結構いろんな種類があります。で、爽やかな香りは勇気の象徴とされてきました。殺菌や防腐効果の高いチモールが含まれております。はい。なので、殺菌効果を兼ねてね、よく利用されているということで、ぜひ今の季節には、いいんじゃないでしょうか。はい。はい、五つ目がバジルの葉っぱですね。これはね、よく皆さんご存知で、まあ、ピザとかにね、よく登場してくるあのバジルの葉っぱでございます。はい。熱帯アジア原産の植物で、イタリア語ではバジリコと呼ばれておりますね。スイートホーリーなどのいろんな種類があります。はい。これも先ほどのコリアンダーと同様に、エスニック料理やパスタやトマト料理には欠かせないものとして、アクセントとして使ってみていただければと思います。はい。一応、育て方のポイントとしてはですね、まあ、もう早く収穫できるっていうのがありますかね。あとは、春に十分暖かくなったら、行うと良いということで、まあ、春に種まきをして、夏から秋にかけて収穫をしていくという感じになりますね。はい。では続きまして6番のパセリです。まあこれもね、よくご存知なものかと思いますね。はい。ただパセリはですね、多湿に弱いので日当たりが結構重要というのがポイントですね。結構水をやってもいいようなイメージがあるんですけれども、結構ね、湿度に弱いということなので、しっかり日光に当ててもらった方がいいかと思います。はい。で、このパセリについては、まあ、サラダ料理とか、まあ、スパイスに利用されるということで、まあ、この辺はね、皆さんよくご存知かと思いますね。はい。では、7番目、ペパーミントでございます。はい、これはね、先ほどの、アロマディフューザーのところでも紹介しましたね。エッセンシャルオイルの精油としても広く重用されていますね。はい。ハーブとしてはですね、丈夫なのがまずそうですね。結構丈夫なのがポイントになりますので、どんどん伸びてきますので、鉢植えで最初育てているんですけれども、結構庭植えに、移行することが多いかと思いますので、まあ、最初から庭植えで育ててみてもいいかと思います。繁殖力は結構強いので、ほったらかしても結構ね、伸びてくれるものになります。はい。メントールのすっきりとした香りが特徴でして、ブラックやホワイトなどの品種、レモンミントなどの品種もあるということですね。はい。メントールのね、爽やかな香りが私もすごく好きですね。まあ、料理にも使えたりしますので、先ほど紹介してた写真の、そうですね、スイーツ系にちょっとね、こう乗せたりとかもアクセントとしてできますので、ペパーミントもすごく、おすすめでございます。はい。で、続きまして、8つ目が皆さんご存知のラベンダーの花ですね。はい。ラベンダーはですね、乾燥気味の土壌が適しているということがありまして、結構発芽には時間がかかります。はい。あと品種もね、結構いろいろありますね。下にも書いてますけれども、イングリッシュラベンダーっていうのが結構皆さんがよくご存知の、あの見ているラベンダーですね。あとはフレンチ系なども、種類があったりします。はい。ですね。まあ一番ね、メジャーなのはイングリッシュ系のラベンダーで安心感のある香りが鎮静と、あと殺菌作用にも優れているということですね。結構ラベンダーはですね、男女問わず皆さん、好きな方が多いというのはあのよく聞く話ですね。私も男性的にも好きですし、女性の方でもそんなにまあ癖が強すぎず甘い香りもあるということですね。リラックス効果が非常に、高い香りがします。まあ、ハーブとしても、育ててみれば見栄えとしてもすごく綺麗なので、いろんな使い方ができるという意味でラベンダーは、すごくおすすめですね。
はい、続きまして9番目レモングラスになります。はい、イネ科の植物ですね。結構ね、冬に強い植物、冬というか寒さに強い、寒さに弱いですね。はい、なので11月頃までに、ね、株元を残して葉を刈り込み、鉢上げするということですね。で、冬は室内に入れて、春になったら再び庭へ植え替えるようにするということです。まあ一応そのポイントとして、冬に弱い、寒さに弱いと書いてたんですけれども、まあ一応私が育ててきた感じとしてはあんまり弱くはないかなと思ってます、一応。はい。まあ一応では寒さに弱いっていうふうに書かれてますので、室内に入れることをお勧めをします。はい。で、このレモングラスはですね、非常に強いレモンの香りがします。繁殖力も結構強いです。エスニック料理やハーブティーのほか、防虫効果ですね。これがね、虫除けなどに用いられるということで、シトロネラールをですね、結構強く、成分として含んでいるのがレモングラスの特徴ですね。なので、結構ね、玄関先等に吊るしてですね、虫除けに、古くから利用されてきた、結構歴史の、高いで、歴史の高いというか、歴史の古いハーブになりますね。はい。はい、続きまして10番目がレモンバームになります。はい、これもね、よく皆さんご存知のものですね。レモンの香りが、ほのかにする、フレッシュ系のハーブになりますね。ですね、このレモンバームも、どちらかというと、強いというかですね、まあ、ちょっと直射日光を当てすぎると早焼けを起こす可能性がありますので、寒さというか、まあ、暑さにも気をつけなきゃいけないんですけれども、まあ、割と丈夫なので初心者がおすすめで育てやすいハーブです。はい。で、これはですね、別名メリッサと呼ばれているミツバチという意味での、蜜源植物でもあるということですね。ハーブティーとしてすごく人気の高いものになってます。はい、ただちょっと、葉っぱのね、香りが強いので単体で飲むとちょっと臭みがあるかもしれません。なので、先ほどのレモングラスとかね、あとは蜂蜜とか、レモンを加えてもいいかもしれません。そうすると飲みやすくなります。はい、では11番目がルッコラになりますね。はい、ルッコラも結構食材料理的に、よく利用されておりますが、日当たりを結構好むのが、ルッコラの特徴ですね。はい、ただですね、日当たりを好むんですけれども、日差しが強すぎると葉に苦味が生じるので注意が必要ということで、どうすればいいのか若干迷う感じですけれども、はい、成長部分を傷めないよう、はい、成長部分を傷めないよう株の外側の葉から摘み取れば、長く収穫を楽しめるということです。はい、でゴマのような香りと、辛みが、特徴で、サラダなどに使われることが多いですね。はい、でセルバチコ、ワイルドルッコラというのも同様の、香りと辛みがあってサラダに使用されることが多いです。はい、この、ワイルドルッコラというのね、あまり私も、使ったことほとんどないんですけれども、ぜひ興味がある方は、ワイルドルッコラを使ってみてはいかがでしょうか。はい、最後に12番目がローズマリーですね。先ほどのリースのところでも紹介したローズマリーです。結構こういうね、青色のね、美しい花をつけるのが、ローズマリーの特徴です。主にですね、冬の時期にですね、年中ま通して収穫できるというのがかなり大きなポイントです。はい、あとすごくね、繁殖力が強いので、まあ本当に自然中通してね、収穫もできますし、見た目としても結構綺麗なので、ローズマリーはおすすめのハーブとしては、ポイントがかなり高いです。はい、地中海、原産ですねの植物で、強い香りが臭みを取るので肉料理に使われるほか、若さを保つ、ハーブとしても知られておりますね。はい、これは最後に、紹介をさせてもらった、初心者に最も、まあ、おすすめと言っても過言ではないハーブですかね。はい、ではそれではですね、ハーブの、こちら12個をご紹介いたしまして、環境香りした検定必勝講座を一応こちらで、1時間半ぐらいですかね、長らくにわたって見ていただきましてありがとうございました。以上、質問等わからないことがありましたら、この動画を振り返っていただくのと、あと LINE でいつでも意見交換をしながら、質問コーナーを受け
付けておりますので、しっかりそれをやっていただいて、いろんなね、知識を吸収した上で、皆さんのライフスタイルに活かしていただければと思います。あと、問題集も一応別で付けておりまして、解説付きで見ていただければと思います。それで若干のレベル等がわかるかと思います。あとはワンツーマン、ワンツーでね、ワンツーマンレッスンも、ズーム、あとはそうですね、いろんな LINE 等でもいろいろやっておりますので、そのワンツーマンレッスンをぜひ受け、欲しいなと思います。一応、予約制になってますので、受けられる際は時間等を決めていただければと思いますので、ぜひぜひ活用してもらえればと思います。では一応こちらで以上でございました。お疲れ様でした。終わります。